に矢印があると思うんですけど、この穴の下におしどりを押すところがあるんですよ。そこを押してあげると、はい、マキシンが抜けるんです。で僕はこういう先のとんがったのこれ画鋲ですけどこれで画鋲でできちゃうんですね。先端を細く加工してるんですけど、この穴に入るように、はい、ここを押してあげるとマキシンがこうなってくる。ここにおしどりがあって、はい、そこを押してあげるとマキシンが抜けると、はあ、そしたらまずムーブを取り出してあげる、うん、しましょうか。とこのマキシンカバーというかをやらないと文字盤に傷つけちゃうので、うんうんうん、大体足のところがねちょっとドライバーかなんか入れられるようにちょっとくぼみがあるんだけど、うん、このロンダに限ってはそれがついてないから、うんうん、どこかっていうのを探してあげて入れてあげればそんなにきつく入ってないんで、うんうん、簡単に外せます。今のはマイナスドライバーですか？そうですね、はい、でここにカリバリっていうのがついてるものがあるんで、まあ、これは普通にコンセプトで簡単に取れるんでこれはいらないものです、うん、はい、今つけたのは何ですか？これはね、針座ですね。が、剣。剣座、うんうん、針座の方が分かりやすいかもしれないね。これはもうついてるものなんですか？ムーブメントに。ムーブに 別で、一体になってるのもある。エタは大体一緒にくっついてる。この筒車っていうのに組み込まれてる。それ以外は大体別に、必ず忘れないようにつけてあげれば。忘れちゃうと何かトラブルになったりしますか？要は筒車、自転車の動きが多くなりすぎて、筒車の刃が日の裏の金から外れちゃう場合がある。こう噛み合ってるやつが、あがきが多すぎて、針座で一応押さえてるような感じで、上に上がってこないように。それがないと、筒車が上に持ち上がっちゃった時に、この日の裏の金と筒車の刃が、噛み合いが解除されちゃって。針を動かすための歯車の、部分がずれちゃって針がずれちゃったんですか？そう。こうやって押さえても手でこう押さえちゃっても大丈夫だから、綺麗なビニール袋で上当ててればこう押さえてあげれば、あんまりグッてやっちゃうとダメだけど、それをこう押さえてだったら大丈夫なんで、で、はい、素手でやっちゃうとどうしても指紋とかついちゃうんで。あんまり良くないん でこれで一応浮いてないと確認したら貼り付けをしていきます。これはカレンダーが付いてないから適当なところで、受信者は適当なところで付けちゃって大丈夫です。カレンダーがあるタイプは貼り付ける、はい、午前12時に新車かつけてみます。こう横から見ると今つけた感じは大体平行になってるかな。こんな感じになりますね。こう一応検査は一応全周。かかるところの床を確認して、
じゃ組み上げる前に針をつけたら一回前周させて引っかかりがないか確認して、まず時計回りで、で、あとは時計を逆回りにしてどうなるかっていうのもチェックしないと、見るときは僕はもう1時間ごとにこうやって見て行って行ったり行ったりして探検とすれないかっていうのをちょっとずつ確認してって、綺麗に平行に取り付けられてるかを確認するっていうことですね、平行、平行っていうより下の針とすれないか引っかからないか、平行にならないのもあるから、どうしても引っかかんないのを確認して、でこれで OK です。あとはこれを外して、さっきの要領でムーブにもともとついてるのは仮の巻き芯ってことですね。仮の巻き芯というかね、これ仮じゃないんですよ、本巻き芯に仮ビューズついてるだけなんで、じゃこれ外してこれをカットして使う、長さ合わせて使うこともできるってことですね。だから元の巻き芯がサビとか何もなければ元のをそのまま使った方がいいです。外すときはなんか気持ち、こっちのリューズを上に持ち上げるような気持ちでね、持ってもらってこれをさっきのところを押してもらえばこう浮き上がってくるんで、これで外れちゃってるん でどうしてもやりづらいっていうんであれば、針の位置を地震と分身を同じ位置にして、一番いいのはここに、この両サイドにビニール当ててもらえば、こうかビニール当ててもらえばこうより安全に傷にならずに、これだとここが切れてないから針を押さえちゃって針曲げちゃう可能性があるから、できればまあビニール切ってもらってこれを両方こう押さえてあげて、これでここを押してあげれば簡単に外れるから、そうすれば傷にならないし針も曲がらないで外せるから。抜けなかった時はああいうやり方も大丈夫ですよ、ただし文字盤の傷とか針の曲がりを気をつけてもらう、こういうのがないとダメかもしれない。そうですね、その隙間が空いてる、でこれをフェイシング、まあこれ洗浄本当はするんだけど、まあ、してないからなんですけど、これをフェイシングして、これをこのまま蓋を閉めると、手で閉まると思うよ。ここで閉まったんで、あとは時間を当てて完了です。次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。